何それ。あ、9時にホームがあります、うん、旅行、日帰り旅行結構です。ダメダメダメ。2人きりで出かけることもないんですか。ない。そう、ちょっと買い物とかも一緒に行かないですか。ない。2人で外食はない。思い出、思い出、思い出。行きますよ。どっちか告白したコメコどうした。どっちか行った。男。ちなみにその男性経験あるの。親になんてこと。そういうこと。ちなみに不倫したことあるの。不倫したことある。買うんでしょ。そんなもんは僕らのドルゲーム。何でもいい。はい、古池屋。テリリリリリリテリリリリ言葉出んのかいい。古池屋。はい、はい、どこでしょうか。はい、こちらあの強烈なお父様とお母様が住んでる、この町の風景見てよ、本当に本当に名古屋かって。看板置いてない？大丈夫？看板置いてない？はい、こんばんは。お邪魔します。お、邪魔します。お邪魔します。わおわお、お邪魔します。カメラいらん。なんでや。お母さん、お久しぶりです。お父さんいますか。カメラ以外で来るか。お父さんもこんなの。お父さんいる。ここ汚いのに行かんて。うちの YouTube が流れてる。お、寝とったわ。犬がここ入って。ね、落ちないですか、お母さん、ここで。ね、かわいい、なんか靴履いてる。お風呂掃除してたやつって。しかもそのまま出てきちゃうから、お母さん。そのまま出てきちゃうからね。目が、ちょっと、よく目が出てきちゃう。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 絆創膏だから。あ、出てきた、出てきた。こんにちは。ちょっと用事がありますよ、お父さん。こっち座ってもらっていいですか。大事な話。仕事終わりですか。仕事の話。いや、怒られる話じゃない。トイレ、トイレ。ちょっと、チーズして。ダメでしょ。母ちゃんの子だ。お母さん、そのまま欲しい。やばい、お母さんに怒られる。お母さん怒られるわ、これ。サービスタイム。びっくりしちゃってかね。びっくりしちゃってかね。ピンク、あの、薄いピンクね。はい、何来週木曜日、うん、朝何8時9時か2時間ぐらいかかるだろう、うん、来週の木曜日2時間2時間で4時間、まあ、4時に上がってくるか、はい、何8時何それに、あ、9時、うん、にホームがあります。旅行、日帰り旅行結構です。ダメダメダメ。それだって手に直さん。食べ歩き、なんとか横丁っていう、おかげ横丁、おかげ横丁っていう、どこだったっけ、あれ伊勢にある。用事ないやろ。違うよ、用事ないけどリズム狂うと体調狂うで。何一日だよ、6時間だけだ。 YouTube の送り迎え付きだから大丈夫です。 YouTube のね、お親孝行お前親孝行の YouTube 撮ろうと思ったんだろ。そうそう、感動系 YouTube もある。お前好感度上げようとしたんだろ。バカ野郎。感動しない、涙しないから。私はこいつ好感度上げようとしたんだろ。どうぞ、お前が喋らんところを撮りたいんだけど。違うな、お前の好感度上げようとしたんだろ。バカ野郎。いいよ、撮りたいですね。そういうことでいいですか。いや、もうしょうがない。協力したのかもな。それは同じところ会社の利益も。それは喧嘩するところが取りたいです。食べ歩きしながら。喧嘩はしません。喋らんだ。喋らんだ。ここね。もういいよ。それはいいけど。高速近いか、こっちの方が。かみさんがどういうか、俺はいいよ、別に。どうせ暇だ。一人で行けて。二人で行こうかったらダメだ。夫婦で行かなきゃあんねやと。給料止めるぞ。給料止めるぞ。いいよ、止めるぞ。どうしても行きたくないよ。どうしても行きたくない。どうしても行きたくないんだって。いっぺん伊勢うどんを食ってみたいなと思った。あ、それもあると思います、多分。みおちゃんも行くんでしょ。そう、撮影なんで。よそ行きで行かなか。あんまり早いと道ごとばっかり。なあ、よそ行きで行かなか。この格好でいい。まあ、それは自由です。あ、自由。お菓子は300円まで。遠足やん。楽しみじゃん。でもまあいいことじゃなかなかないからね、こういう機会も。YouTube があるでこそ。気づいたら別行動してるかもしれない。お母さんとみおだけ違うとこ行って。カメラも2人より。そうそうそう。それもいいよな。そうそうそう。多分行きも帰りももろしゃべると思うね。はい。じゃあ皆さん。はい。うわ、シュッ、 MZ さん出てる。なおちゃんさんのストーリー上げられとったからね。OK。 はい、到着です。到着か。ついにこの日が来たな。はい、おい。今回行くか。じゃあ、はい、今日は安井さんも登場して、はい、もう大接待だから気合い入れてくださいよ。はい、
誰誰今大世帯が。おはようございます。おはようございます。お客様待っております。もう出せるの。出しますよそれは。お母さんもう早いわ。出てきたもん。でもだいぶ大学行くの。大学校でマスクでしょあれだって。ガロポンコツ帽子かぶった。ポンコツも目立つでいいわ。ポンコツ帽子かぶった人いませんでしたかってなれるで。作ってもらったの。違うよ見た目以上。いやいやいや帽子あのアマゾン調べといてさ、うん、アマゾンであの帽子買おうかなと調べとったら出てきたもんで、うん、あこれ面白そうだなと。はい親子でこれあれなの。グミじゃないの、まあ、とりあえずじゃああれか親孝行を含めお父さんとお母さんがいかに仲悪いかってことを世間にさらすか。大体両親が悪い。子供が悪いの。子供が悪いのは大体両親が悪いね。だってポンコツって書いてあるもん。喋れどう楽しみですか。おかげおこちょ行ったことあるんじゃないですか。いやない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 ですか、はい、どこに行ったの。 あるかな。ちょっと楽しみだったでしょ。行ってちょっと楽しみだったでしょ。優しいお母さん、まあまあ楽しみだよみたいな感じで、ね、結構友達とかとも行く人多かったりするからね。友達いないから2人とも。違う違う違う。俺と同じだからそれは。違う違う違う。友達3人ともいない。友達の率聞いてて。あ、反応した。喋ると喧嘩になるんで喋れなくなったんですか。そう。必要最低限の会話だけですか。もうない。もうない。ない。もうないっちゅうの。喋らんね。いや困る時あるんじゃないですか。喋らないと。困らんもん。困ることないもん。困らないんですか。お母さんは。困らん。え、じゃあご飯中とかも喋らないんですか。出かけることもないんですか。ない。あそうちょっと買い物とかも一緒に行かないですか。ない。一切ない。二人で外食は。ない。じゃあ今日は晩ご飯何々食べたいんやけど作ってくれとかないんですか。いやそんなことはない。もう出されたの食べる。出されたのだまーって食べるだけ。文句も言わずに食べるだけ。まずいもうまいも一言も言わない。うまいは言いましょうよ。言わない。二人で散歩行ったらいいじゃないですか。いや無理。もうすぐ着きます。はい。想像以上に何も喋らない感じでしたね。だから、よし着きましたよ。ポンコツさん着きました。あ、この部位を見た目以上にポンコツ。、うん、今日の主役です。意気込みをお願いします。頑張ります。何を頑張るんですか一体。あ、来た来た。行きましょう行きましょう。どうぞどうぞ主役。何をしたいの。僕は飯は早く。さっき飯食ったやつ。伊勢うどん食べたいんだよお父さんが。ごめん。あって家族で歩くのも初めてじゃん。平日だもん、ね、ちっちゃい時まで家で初めてじゃん。来た時1回か2回行ったけど。来ました。あ、危ないですよお父さん。お父さん危ない。夫婦のあの恋愛おみくじ行こうわ。毎日。ちょっと僕どっかで。うん。位置情報だけ共有またかけといて。ここでほら見ていっぱいあるお父さん。あ、これある。あ、本当だ本当だ。何にするか決めて。うん、これ福助の伊勢うどん。トロロもあるじゃん。トロロとか、うん、いっぱいある。トロロとかこれじゃあこれでしょうかな。これお母さんってほらもういいね
お母さんってお母さんのおすすめしとったわ今。お母さんのおすすめ。お母さんの好きなものを知ってるからね。お母さんお母さんうんで終わってくれ。流れでしゃべっただけども。うん。今は暖かい。暖かい。いいのいいの。夫婦横に座る。夫婦そっちの方が取りやすいんですいませんけど。違う違うカメラは奥がいい。お母さんこっちがいいぞ。そっちそこに回った。隣同士座ってもどうせ喋らんのだから一緒よ。ちょっと恋愛エピソードから聞こうか。うどんでも食べながら。うどんでも来るまでにね。ない。なんであるんだろう。ない。お見合い？お見合いない。もういいって言うもん。なんで出会った？はい。俺何も喋っても家で怒られるし。はい。はい。ありがとうございます。メカブお母さん。もうこれもそうだ。違う違う。あんた俺と付き身だもん。なんとなく聞いてるよ。なんとなく聞いてる。なんかボーリング場なんかでお互い働いたでしょ。確か。ね。バイト先で出会ったみたいな。でも昔のボーリング場って言ったら相当ハイカラだろう。まあまあ。そうでもない。ボーリングなんか、まあ、今でもうディスコみたいなもんでしょ。すごい。何でまあまあそうでしょう。最新流行り始めた頃な。いただきます。おいしい。あ、お父さんほら楽しみにしてた伊勢うどん。うん、うん、トロトロしてる。どう？コシコシじゃなくてトロトロ。コシコシでトロトロしてる。コシコシじゃなくて食べた方がいいですよ。あるどうですか。でもいいよトロトロも。あんまりイメージと違うな。どういうイメージしてるの。やっぱり丸亀村の方が美味しいわ。ね、麺がね、まあまあそれ普段食ってるものがやっぱうまいよね。どうですか。美味しい。食ったことあるの。何回も来てるもん。で、なんで何、どっちから告白したの。まあまあ喉通らんとかね、まず飯食ってからでいいわ。喉とかゲボ吐いてもらうとか、うどんバーってけど、なーって言って。どっちから言ったの。男から言ったの。付き合ってみたいな。綺麗だったの昔は。何、お母さん綺麗だったの。ベビーさんから本当昔は、うん、今はそう綺麗だった。まあね、何その告白どうしたの。どっちから言ったの。男から。当然男からでしょ。男がいた。知らん。男がいた。その時は答えが消えた。そんな切れる人なんですかお父さん。めちゃくちゃ切れる。家族でどこか行ったら子供怒るばっかだから大きい声出し始める。下手したらボールとかやる。下で行きたくない。下で行きたくない。困るんだよ。俺が言うのもなんだけど、子供だよね。俺より子供だよね。そこ行ったら鳥があるんですけど、招き猫いるんですよ、おかげ横丁有名の。ああああ、そこでお父さんとお母さんツーショットと家族写真も撮ろう。ああいい。めったにないことしよう。え、これ持ってるでも。違う、今写真。お父さんか。ああ、そういうことだ。ああそういうことだ。行きますよ。3、2、1。もう一枚ね。3、2、1。いきますよ。3、2、1。ピースしてね。ピース、ピース。みんなでピース。お父さん笑ってくれません？ 笑ってお父さん。笑ってるよ、あれでも。笑ってるよ、ほら。オッケーオッケー。あ。はい、家族写真完成。こっちだな。こっちだね。お母さん、お母さん見て、ほら蜜団子とかある。黒蜜団子とかあるっすよ。これ一つの、これが二つ。これでこれだ。でこれ二つ。あ、そこにお父さんとお母さん二人でいい。睨んできた。お母さんが睨んできた。なんか座ろうぞ座ろうぞしたんだな自分が。なんかやばそうだな。ありがとうございます。お皿いらないですかお母さん。いらない。美味しい。もっと柔らかくて美味しい。じゃあさっきの夫婦の話を続けようか。うん。まだまだ話になる。ちなみにその男性ケーキあるの？あるの？ないでしょ。ないでしょ。ないでしょ。この人何これ？ちょっとバカにしてますね。バカにしてますね。バカにしてます。違う、そうじゃなくて、あんたね、親になんてこと。そういうこと。
いや他の人とエッチしたことあるとか思うでしょ。いやもうそんなパパ聞かなくてもさ、なんか話の中では絶対やったことあるだろうっていうのがあるじゃん。お父は何の他の女と付き合ったことは24号でしょ、まだ若い時にだ。それはあるだろう。ああそう、それはそうだろう。何が付き合ったことあるの。でも何が、まあ、ボイルにすぐ入れられたんだ。一番モテ期はバーテンやってる方が一番モテ期で。おー、バーテンなの。バーテンやってる、うん、あ、そうか、バーテンなの。カウンターの、カウンターがこう丸くなるやつで、その中にバーテンが2人おって、うん、お客を対応する店が喋りながらこうで何個もあって、うん、で、あ、そのこうなっとるのが何個もあるんだ。こう要はここの中にバーテンがおるわけ、うん、でこれが何個もこう点々とこの、うん、そういう大きい店が、あ、そうそう、そこの中でバーテンやっとったの。そこの話聞いてもって感じなんですよ。2人の恋愛話聞いてくれました、ね、まあ、そこで何人か女を食ったってことでしょ、うん、そう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 。で、お母は別にあった他に彼氏は誰？いないよ。お母さん、無言でよくないでしょ。まあ、じゃあ次の店でしょうか。お母さんは真面目な、真面目な。まずはどういう話聞いたら次の店でそこら辺は聞いてみましょう。牛豚、牛豚なんか食べる。牛豚。息子が飲めるので、俺は飲んでもいいけど。僕座っとくね。そんなに飲んで、俺飲んでじゃねえ。ほら、お父さん座って。じゃあこっちこっち。感覚的にこっち。なんで親子3人、親子3人座ってくれてもいいよ。座れ座れ。俺もこっちだ。まあ、そんなに嫌じゃないだろ。そんなに嫌じゃないでしょ。嫌だ。すいません。食いも美味しく感じる。今美味しいわ。あ、うまいな。いや、もしもし、おばあちゃん、おばあ。いや、やっぱ初めてだ。もう分かるでしょ。もう、いや、もう、分かるでしょ。最初にエッチしたら分かるよね、口が出るから。ちなみに不倫したことあるの。は不倫したことある。なんでやろ。そんなに感じれないし、あるわけないから。出来心ってのはないよ。でも忘れようか。でも海外旅行行っとったよ。買うでしょ。そんなもんは。夫婦がダムカーになる。いいいい、どうぞこっちな。ひな壇に女の子がもう何十人で座っとるから。で、そこで自分が選ぶわけ。何十人って自分で選ぶの。奥さんの前なんですけど、自分は。ここだもん。女を敵に回すよ。女を敵に回すよ。自己でしょ。知のお気持ち。ダメか。女と言えじゃない。ダメです。自己ならん。自己でしょ。そこは夫婦問題なんで、私は知らないでしょ。じゃあ、女を敵に回してる。そうそうそう。だけど、あの、現在進行形だったとしたら、もう女を敵に回してる。そんなことはもう、もう卒業だもんね。でも、自己だとしても、何十年後に生かされても、なんか、こいつ殺そうかなと思われてるかもしれない。いやもう夢の中で100回ぐらい殺したよ。もうもうだからもう殺し合ったのこれ多分。お母さんが呪いかけられてるかもしれない。だって一応一緒に、まあ、今はもう一緒に寝てないか。あれ一緒の部屋でないつまで寝とった。隣で寝てる。隣でファミコンバカバカやってめちゃくちゃ大きい声で。タバコバカバカ吸って寝とれんじゃん。ああそれで別々に寝てる。そんで人に迷惑何も考えんで。ファミコン。夜中だろうなんてのがボッカボカ鳴らして。そんなお父さんだな。お人だからね。知らんの。俺がですけど喋り始めたなと思ってお父さんがもうこっちで仕事終わって帰ったネットでできるでしょ。仕事終わってあなたがね、あのドローンで自分が撮影した編集とか編集そうなんですよ。だって仕事中やっとるじゃん。どこでずっとなんかやってるじゃん。あれは練習じゃん。トレーニングじゃん。トレーニング。でも24時間ドローンを寝とるんだよ。なんでどんどん入ってんの。こうかこうかけこうかいろんなことあったよ。楽しんでますか、ポンコツさん。松坂牛握りとかあるよ。牛握り。すごい行列です。食べる食べんで。これすごいな。お父これも食べる。どう？最後もうもうもうぼちぼちこう最後だで。たこ焼きはめったにないですからね。たこ焼きもある。こういいだこがまるまるのたこ焼き。おお。いいだこって小さいたこがまるまる一匹。すごいじゃん。これから食べようか。塩もある。塩もある。ほんまや。写真通りのもん出てきた。あごじゃあマヨネーズじゃん。ちょっと塩でやってみる。たまには。ああご苦労さん。ありがとうありがとう。ありがとうございます。かけの方がいい。えエビスに乗ってるやん。かけの方がいいそう、持てる？いける？
ただきます。いただきます。あ、うまいわ。結構でもこうやって歩いてると食べれるな。はい、これやってみようかじゃん。これしかないもんね。でもなんか恋愛系じゃなさそうだよな。じゃあちょっとお父さんお母さんちょっと選んでください。はい、2人でね、2人で一致して相談してね。1個だけで、1個で、1人で。お母さんどれぐらい？何でもいい。もう投げやり。2人で相談してきましょう。2人で相談してみてください。どれにします？お母さん何色がいいですか？じゃあ色何でもいい。お母さんでいいの？本当にこれでいい？うん、本当にいいの？それで何でもいい。これこれですよ。前です。これね、ど真ん中。じゃあ2人で引っ張る。ちょっと待って、うん、2人で、うん、当たりは真珠。どうぞ、うん、お母さん座って、2人で最後座って、ほんでこれこっち、こっちと2人ね、同時にこっちの家族3人のこの絵素敵な絵になってる。ああ、もう嬉しかった。勝手に出たから。ちょっと俺がやもうか。今日42番の風のいい、風のいいって言って、別居した方がいいでしょ。あ、ほんとお母さんすぐ反応したよ。運勢、あ、小吉、まあまあいいんじゃない。あ、大吉の下だろ。大吉、吉、小吉、大吉、中吉、小吉、大吉、中吉、小吉か。あ、そで、吉が一番下だろ。あー、ちょっと、あ、ぽいな、ぽいな。迷いが多く安定を欠きますが、悪い運ではありません。おお。悪い運ではない。努力さえすればやがて繁栄の時を迎えます。おお。強い意志が必要です。まさにそうじゃないか。良い指導者について進めば安泰です。まあ、良い指導者っていうのは俺のことかな。あんまりない。柔軟性は大切ですが、優柔不断はいけません。あ、それまさに大人のことだよ。柔軟さはない。柔軟さはないけど、ただ優柔不断だけでしょ。それは言えとる。あ、恋愛は変わりやすい。約束は当てになりません。ほとんど約束は。まあ健康、これ一番大事だね。治りそうで治らない。体は休めましょう。みんな休めないな、これな。はい、健康も大事。半端で取れたくないな、これ中段だな。いや、まあ、いや、それっぽいっちゃそれっぽい。まあ、でもまあ、本当家族っぽいよな。じゃあ最後感想聞きましょうか。どうでした？今回のこういう企画はどうでしたか？まあまあ、まあまあ、よかった。悪くなかった。やっぱりうちの旦那も、まあ、たまにはこういうとこ来たらいいなというところもあった。いや、見とるふうに。逆にどう？うん？どう？もう昔のお母を思い出したんじゃない？いや、分からんな。分からんって言うの？やっぱり普段がいい。普段がいいって。普段。普段の方がいいなって。喋、うん、らん方がいいなと。そういうこと。今日も喋ってる。はい、じゃあまあ今日はお父さんお母さん連れておかげ横丁に行きました。じゃあみんなでせーの、また見てね。はい、せーの、またねー。